今回は IHI 社製の次期 XF9 エンジンについて見ていきましょう。 F3 戦闘機の開発が急がれていますが、その次の F5 戦闘機開発は純国産でできそうです。次期 X 通信新量産化で世界のトップへ。2035年に退役開始が予定されている国産の F2 支援戦闘機の後継機として、防衛省が開発を進めている次期戦闘機ですが、2018年、平成30年の31中期号で開発が決定。2020年、令和2年、三菱重工が開発主体となって、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになりました。三菱重工業とスバルと川崎重工業が、機体の開発を担当。エンジンは、IHI、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステム。東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当することになり、200人超の体制で、開発が進められていました。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアの3国は、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画と、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が、共同開発を進めていた、BAE システムズ・テンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表しました。2023年3月時点で、スウェーデンは不参加となっています。日本では、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となり、機体、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することになりました。イギリスは、BAE システムズが、機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.PA のイギリス法人が、電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド S.PA とアビオエアロが、開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も、参加するそうです。このプロジェクトは、2024年頃までに、各社の、詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始が目標、2035年に初号機が配備される予定ということです。次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意しています。共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費について、数千億円に上る巨額な経費節減が可能になると考えられています。エンジン開発の基本になるのは、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた将来戦闘航空システム技術構想、FCAS。TI、フューチャー、コンバット、エアー、システム、テクノロジー、イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン XF9-1 です。高級車で有名なロールス・ロイスでは、まだ、実証エンジンの製作は行っていませんが、IHI が、独自に開発を進めた XF9-1 は、純国産ジェットエンジンとして、2018年6月にプロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入され、性能試験が実施されました。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求です。その理由は、エンジンを搭載する次期戦闘機のステルス性能を向上させるため、兵装を機体のウェポンベイに格納すること、燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があるからです。
そのため、搭載するためには、大出力でありながら、スリムでコンパクトなエンジンが求められるのです。テンペストもまた同様のコンセプトで、両戦闘機のエンジンに関わる要件は統一されていませんが、両戦闘機ともステルス性能を高めることが求められるだけでなく、大出力が必要なのは推力を稼ぐだけでなく、高度なアビオニクスを支える高性能な電子機器の大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワーステーション、イン、ザ、スカイであるべきという考えに基づいているのです。IHI が提供する XF9、1エンジンのプロトタイプサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズです。しかし、推力は最大15トンを発揮することが試験で確認されていて、これはアメリカ空軍の主力戦闘機第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターに搭載されている F-100 と同じプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンと並ぶ出力なのです。また、F-119 とのサイズを比較すると、F-119 が全長 5.16 メートル、道が 1.168 メートルであるのに対し、XF-9、道は全長 4.8 メートル、道1メートルですから、XF-9、道がかなりコンパクトなサイズに仕上がっているかがお分かりでしょう。この XF-9、道のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間では驚かれたそうで、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF-9、1のプロトタイプを完成させていたことが大きいと言われています。XF-9、1は、高圧軸と低圧軸の2軸を持つ、アフターバーナー付き低バイパスヒターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで、強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料 CMC を使用することでエンジンの軽量化を図ったのです。さらにタービン部についても CMC 屋耐熱性の高い先進金属材料を使ったので、少ない冷却空気流量でもエンジンが必要な推力が発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に大きな影響を与えるテイクダクトの流路断面積の低減やダクト長の短縮に役立っているようです。中心部分には高圧軸としてコンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後にファン3段とタービン1段の低圧軸があり、その後部にはアフターバーナーと水力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、コアクドギアボックスには大電力を発電するスタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は 1800°C に達すると見られます。この 1800°C という温度はニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンはこの温度が高いほど高性能なエンジンと言われるので、 XF91のタービン入り口温度は世界的に見てもトップクラスということでしょう。1800°C を達成した陰にはニッケルコバルト元の国産溶性鍛造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC の使用、耐環境性コーティングの採用、さらに、ブレードの空機構による保護層の形成などの材料技術と流体解析技術を流用したことが大きく貢献しているとされています。XF9-1 とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用エンジンはアダプテイブサイクルエンジンですが、これは離陸時、上昇時、巡航時、
戦闘時などの飛行条件に合わせてエンジン内をバイパスする空気流を3段階変更することによってバイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことです。これによってエンジンの推進効率と燃費の向上が期待されると同時に、外側の3層目の空気流によって冷却能力が向上するので、エンジンの熱管理が容易になるというわけです。ファン排気流は巡航時にはコアケース外側のダクトを流れ、高速時にはコア内に排気流を導いて推力増加に利用し、外周の複数のダクトはファン出口からの3層目の空気流を流すことで推力を得ると同時に、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みになっています。2019年6月に開催されたパリ国際航空ショーで XF91 エンジンでは推力変更ノズルの装着を想定して開発中ということが公表されています。 XF91 には2016年度から2020年度まで推力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性確保などを目的として推力変更ノズルに関する研究が行われました。推力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンが飛行中に噴流の向きを変えて推力方向も変えることによって飛行中の軌道に変化をもたらす装置です。垂直離着陸が可能な VTOL 機には必要不可欠な装置で、昔はハリアー戦闘機に装着されていましたが、現在はアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストブル機で F-35B ライトニング2戦闘機に使われており、この装置が装着されれば、次期戦闘機は F-35 のように通常離陸型だけでなくストブル機も開発される可能性が考えられるのです。現在のところ、ロールス・ロイスの FCAS-TI エンジンは未完ですが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF91 は実証エンジンが完成している強みがあります。この両社が協力することによって、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に引けを取らない、優れたエンジンの登場を期待したいものです。